どうも、トマピーです。どうも、山川ひろあきです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはワンピースカードゲームガチ練習試合。はい、ということで今回も山川くんとの対戦なんですが、はい、前回すごかった。そうですね、とんでもなかった。今回も激しい内容になるのかね、拮抗した試合になるのかご注目ください。ということでやっていきましょう。はい、こちらはウソップ、新リーダー対決。シーザークラウン、はい、マジで初めてだわ。はい、ウソップは割と注目されてる系リーダーで、コントロール系なのかな、どっちかって言ったらね。そうですね、うん、なんかブロッカー並べてブロックしながらカード引いてみたいな、ちょっとうざったいデッキだよね。そうですよね。シーザークラウンはなんか大したことないやつだった気がするんだけど、自分のコスト2以上のパンクハザードのキャラを戻しながら相手のパワー4000以下のキャラを KO、 まあお玉とか出したら6000以下 KO できるけどさ、ね、なんかそんな大したことない感じがするんだけど、どうなの。毎ターン1体ずつ焼いていくから、うん、やる。そうですね、そんなに弱くはないです。毎ターンドンにアタックでしょ。でもそう、そこがちょっと重たいんですよね。動きづらい感じはする。なんかマルコのがいいんじゃない的な。ああ、そうですね、下げて安定するし、うん、いやちょっと分かんないですね。でも意外と強いのかな、はい、除去デッキだから相手依存が結構高い気がするけど。そうですね、どうなんでしょう、はい、面白い。何でも使うね、山川くん、本当に。そうですね、やっぱ新しいリーダー出たから楽しく遊びたいなと、うん、全部使ってあげたいと。そうですね、うん、リーダーが88人いるらしいんで。88人、何人くらい使った、その中で今まで。2クラス分60人くらいは触ってると思うんで。やばいね、はい、2クラス単位、学年のクラス、そうです、ね、30人1クラスだとしたら2クラス分、なんか自分のクラスと隣のクラス分くらいまではみんなとお友達になれたかなって。すごいね、わかりました。はい、どんな戦いになるのか一緒に倒していきましょう、はい、お願いします。じゃあよろしくお願いしま す。最初はグーじゃんけんぽい。後手です。はい、後手でしょ、こんなの多分。デッキなんですね、戦い除去。はい、まあ、確かにそっか、コントロール対決モリア入ってるでしょ俺。じゃあお願いします。いきます。じゃあ出てこ、うん、スマイリー連れてきます。はい、5、6戦で登場時に一旦にマイナス3000かけます。すごいな、シーザークラウンと相性いいな。はい、下部だからね。そうですね。じゃあ終わります。いきます。どんどん、はい、レベッカで3枚。はい、じゃあキャベンディッシュでしょ。はい、これトラッシュ。はい、レオ、はい、リーダーベスト。はい、5枚。はい、レベッカとイデを加えて、はい、キャベンディッシュか。はい、マットだな。はい、どうぞ。はい、します。モネ出します。はい、モネの起動メインで二ドンをここにつけます。はい、で、まあ、マイナス1000かけておきます。はい、で、よし、もう一個ドンつけて8000リーダーアタック時にモネを回収してリョウ君 KO します。モネと相性いいな。そうですね、はい、これモネ引かないとで決まらないので。8000はもらいます。はい、いきます。はい、戦リーダー受けます。レベッカ、はい、キャベンディッシュ、はい、リーダー、はい、これリーダーコロシアム、はい、終わりです。トヨタ6枚。モネ出します。はい、でモネリストにしてよいしょ、モネでつけます。7000リーダーでモネ戻してヒデを起用します。はい、で、手札が6枚あるから引けない。はい、7000リーダー止めます。はい、5000リーダー止めます。はい、終わりです。いきます。はい、2000。はい、いきます。5000リーダー、バルトロメオ、はい、バルトロメオ、終わり。はい、あー、KOするとワンドローでいける。ワンドローされちゃう。まあでも1回だもんね。モネで、はい、起動します。はい、まあ、センサーゲットいきます。はい、7000リーダーでモネ回収して、はい、バルトロメオ KO です。引きます。はい、どうぞ。なんかブロッカーがワンドローになるのすごい。7000ロックするか。はい、はい、リ
出します、はい、3枚見て1枚手札に加えてあと2枚好きにできます。はい、1枚加えてあと全部下に送ります。はい、で終わりです。はい、どうも。はい、レオ。はい、どうぞ。はい、ソロとレベッカ。はい、デレットロックしてます。レベッカ。はい、ハルトロメオ。はい、じゃこれレストして倒します。はい、3枚自分的な中に2枚トラッシュ。はいはいはい、もう思い合わせた。イデオでレベッカ退場。はい、終わりです。バス、はい、場に数だけはいる。みんな2000。小さい。お願いします。はい、ちょっとな、当て札も少ないし大丈夫かなこれ。そうですね、モリアもレベッカも出ないと苦しいですね。まさに7レベッカかモリアか、盤面がまくれない、いつまでも。シーザーでやられてる分で。じゃあ、スマイリーで黒を、はい、3000避けます。モネ出します。はい、で、モネでストンして、ドントンって付けます。はい。その組み合わせ強いな。そうですね。はい、まあ、ここが揃って初めてデッキになってるとこあるんで。リーダーでモネを戻してゾロ KO で、はい、じゃあ1枚引きます。どうぞ。でイデオでブロックします。はい、出して2枚引きます。はい、2枚切ります。はい、で終わり。引きます。はい、5000リーダー。7コスト、レベッカ。はい、登場時コスト8以上のキャラがいる場合、効果を発動するだけ。これで、はい、8ですね。コスト2以上のドレスローザプラス1なんで8、はい、でいるんで、はい、レベッカ以外のドレスローザのコスト7以下のキャラカード2枚までを公開。はい、はい、で7以下2枚、はい、で、そいつらを出します。7以下と4以下を出します。はいはい、キロスとキャベンディッシュで、はい、こいつらこれ対象で、はい、レスト、2枚目レスト、はい、でキロスでコスト5以下、はい、戻しますと。でその後3コストでバルトロメを出してレオ退場して終わり。はい、急に一気にバババッと。じゃあシャットロします。はい、レッドロックをキロスに当てます。はい、下で欲しいです。はい、はい、で、ワンドローかな。そうですね、ワンドローが1回。はい、はい、相手の効果でパワーファイル、ワンドロー、強よいしょ、はい、モネで、よいしょ、ドンドンつけます。はい、7000でリーダータップ時にモネ返してバルトロメを KO します。リーダーの効果。はい、リーダーでキャベン無視。はい、はい、これはしょうがない。はい、で、7000か。はい、もらいます。はい、ローグタウンが来ます。何これ。注文出したのは人生で3回目くらいなんですけど、はい、これとあの手札1枚を山下に送ると2ドローになります。まあ、手札2枚使って2枚で買える感じですね。はいはい、何これ強いの。トリガーでカード、あ、トリガーはそのまま出てくるだけです。はい、強いのこれ。あのすごくイブシギンみたいな感じ。怪しい。まあ、2ドンであの無駄灰捨てられるんでそんな悪くはないです。はい、終わりです。まだ使わないか。はい、まだ。よし、いきます。レオ。はい、どうぞ。お前、はい、キロスとバルトロメオ。はい、残りだからしても捨てます。はい、5000リーダー。5000リーダー、6000リーダー。カードを2枚引き、はい、1枚捨てる。はい、ゾロ捨てます。はい、7ドン。はい、
レベッカ、はい、キロスゾロ、はい、間違えた、こいつら戻して、はい、出そうと思ったのに、はい、全部退場になっちゃった、はい、終わりです、はい、間違えました。はい、レストインシールとキルもできないし、まあ、戻す価値になる。キッキラ出します。はい、キッキラ8000リーダー、8000リーダー、はい、守ります。2002枚、はい、ちょっと変える1枚飛ばします。はい、ありがとうございました。何これ、いきなり攻められたんだけど。キッキラ、はい、突然のリーサルでキッキラ、しかもキッキラって言うやん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回の結果シーザークライの勝利。え、なんか負けたんだけど。そうですね、いつの間にか全て焼いちゃったって感じですね。こっちベストな周りじゃないけど、うん、何がきつかったかっていうと、ウソップは多分そのレベッカ、モリアとか一気に広げるキャラとか、キロス、ゾロなどの除去付きキャラクターを使って面に面で引いてながら、その線の攻めに対してはブロッカーで守って強いよっていう出来なんだけど、このブロッカーを毎回除去られながら殴ってくることで、しかも最終的にキッドキラー走ってくることで、なんかこっちのプランの両方、その面と線っていう線の方をなんかうまく打ち破ってくるんだよね、このシーザーの効果がね、はい、それによってなんかプランが崩壊してるのと、あと単純にベストムーブじゃなくて場でもそんなにすぐ引いてられなかったっていう感じなのかな、ね、はい。キッキー強いね。そうですね、やっぱりライフ4点リーダーはみんな苦しめられてきたカードなんで、うん、やっぱこのウソップデッキは強いけど、モリアありなしに結構左右されるのかな。そうですね、どう考えたって。そうよね、最速モリアや最速レベッカされてたら、やっぱりこっちも面展開できつかったと思うんですけど。そうね、はい、そこだよね。逆にそれ以外はなんかそのゾロとかも刺さんないし、キャラ出してこないし。そうですね、結構やりづらかったな。そうですね、ウルティが打ち取られたくらいだけなんで、ゾロの仕事って。シーザークラウンね、はい、面白い、おもろいけどな。どうなの、使ってみてるって感じ。そうですね、お試しで使ってみたら、なんかこれ結構楽しいなって思って持ってきちゃいました。モネ引かないと地獄だね。そうですね、なのでモネ引くためにもうこの辺全力でもう引き、うん、もう最序盤から気合で引いていくよっていう感じで。ローグタウンやばいね、見つけちゃいました。いぶし銀なのかな。入るのかな。あの後手一旦目で、あの、うん、この辺引けなかった時に、まあ、しぶしぶ出して、まあ、モネ探しに行くよって。ピラフとかじゃな。ピラフだと後手2ターン目に打てなくて、うん、シーザーがもう後手2ターン目から毎回殴りたいからってことだよね。そうですね、あの、うん、アオドフラ相手だともう後手2ターン目からモネ使わないと間に合わなくて、はいはいはい、ピラフだとその後手2ターン目にピラフ打ってたら多分もう負けだなってなっちゃうんで。確かにね。で後手見るともう最速で、まあ、ローグタウンベルゴカヤでモネ引っ張ってきますが、うん、まあ、最低限のスタートラインですね。カヤベルゴモネのどれかないとクラウンの効果も弱いしね、戻す軽いやつがないとね。これしか戻らないんですよ。ん、戻せる あのモネしかダメなんですよ。あ、パンクハザードじゃないと戻らない。だからパンクハザード究極のその専用機みたいな感じっていうか。そうですね、本当にモネを引いてこないと始まらなくて。すごいデッキだね。そうですね、モネ以外のニコスのパンクハザードも結構いたんですって、うん、試してたんですけど弱い。ちょっとモネじゃないと無理だなって結論になりましたね、うん、なんか自分事故もあるし、はい、当たり運次第のとこは結構多いから。そうですね、あんまなんか大会で使いたくないなって感じるけど。そうですね、でもだからこそ使用者が少なくてなんかうまくはめ勝てるかもね。そうですね、キッドキラーとか結構考えないでプレイするもんな、こっち。そうですね、もうなんか除去デッキにしか見えないんで。かといってあのやっぱ柔道溜まって、まあ、終盤になるとその全部除去れるわけでもないんで、もうだったら素早く試合終わらせに行った方がいいかな。そうだよね、だからシーザーの効果がドンつけて殴るだから、はい、結果その相手のライフが削れていくからキラーが強いってことだよね。そうですね、いつの間にか射程圏に入るんで、うん、いやーなんか練習になったっていうよりは勉強になったなっていう、なんか見れたみたいな感じでした。はい、リーダーたちの披露目で、うんうんうん、
はい、学べました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、山川くんにはなんかいつも驚かされながら、しかも普通の相手の普通の出来とやるより負けるっていうね、だいぶね、はい、ちょっと面白い結果だなと思いつつ、他のチャンネルともね、あんまり被んない動画で有意義だったかなと思います。はい、ということで今後もワンピカードの対戦動画たくさんやってきますので、ぜひチャンネル登録、評価、コメントお願いします。山川くんの X や記事もお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。